近年機械加工の高速高能率化が一段と進み、切削工具も高速加工が可能な性能を求められるようになりました。タップの場合はネジ加工後の戻し回転が不可欠なことから、他の切削工具に比べて高速切削が難しいとされていました。しかし最近では加工機械の進歩改良が進み、高速タッピングマシンが出現し、さらにタップ自体も高速切削に耐えられるよう設計改良した結果、高速タッピング作業が可能となりました。また地球環境のクリーン化の観点から、機械加工につきものの切削油の使用も最小限にする必要が生じています。ヤマワではこのような時代の要請にいち早く対応すべく、従来の用途向けタップシリーズに加え、新たにハイパフォーマンスタップをシリーズ化してユーザーに提供してまいりました。ヤマワで現在までにシリーズ化されたハイパフォーマンスタップは大きく分けると、軟削材用、超高速用、並びにドライ加工用の3つになります。